はい、皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、タメさん、こんなものを買ってきました。それがこちらです。お菓子で作る盆栽。盆栽って知ってはいますが、育てたことはありません。ソフトキャンディーチョコ味って書いてあります。これを今から作っていきますよ、カメちゃん。裏を今見たんですけど、細かくて私にもやれますかね、トメさん。とりあえずやりましょう、トメさん。ああ、そうですね。おじゃるさんもやりますか。はい、まずはこのキャンディーを柔らかくするねば。なんか可愛い袋に入ってるんですけど、開けます。あー、落ちた。ひどいよ、長澤くん。ちゃんと柔らかくしたのに、キャンディー、なんで僕が卑怯者なんだい。噛んじゃった。次はこれで詰めていくらしいよ、長澤くん。長澤くんやる？はい、次は、ね、何でしょうか。おいらブー太郎だブー。おいさくら。全然似てなかった。まるちゃん、次はこの枝とこの枝を組み合わせて、これと一緒に冷蔵庫で30分冷やせばいいんだね、まるちゃん。そうだね、たまちゃん。カメさんとトメさんみたいになっちゃった。はい、固まりました。固まったらこのコップに、そのなんだっけ、お菓子で作る盆栽のスポンジケーキバニラ味の素をコップに、匂っていいですか。スポンジケーキの匂いはしない。なんだろう。新しい匂いがします。これを入れて、水を 10cc 入れて、電子レンジで50秒温めてきます。皆さん、こちらの場所、なんと90°C。超大きい声出す。たらこれを外していいそうです。あ。固めないとこういうことになります。はい、今こんな感じできましたけど、ちょっと斜めってますね。はい、でこれで残ったキャンディーをこの鉢植えに敷き詰めて、また冷蔵庫で30分冷やすみたいですよ。はい、これでまた30分冷やします。なんか木が折れてます。余ったキャンディーいただきます。うん、美味しい。チョコレート味、映画館に出てきそうなキャンディーです。はい、あれから30分経ちましたよね。ここにこの草と草、なんて言えばいいんだ、失礼します、盆栽の、なんだ、葉の元をここに乗せていきます。はい、完成しましたけど、あれ、なんだか元気のない盆栽になってしまいました。はい、あ、落ちちゃった。じゃあ食べます。いただきます。枝の味が強いです。皆さんもよかったらお菓子で作る盆栽買ってみてください。以上、今日の動画でした。バイバーイ。